基本情報技術者略語ノックパート17基本情報技術者試験に出題される略語を勉強しましょう試験問題で単文で説明された時に回答できることを目標とし一つの略語をがっつりと勉強するのではなく簡単な説明をノック形式で何パターンも紹介します シャー25セキュア256、席はハッシュアルゴリズム256ビット。任意の長さの原文から256ビットの固定帳のハッシュ関数を算出する。シャーセキュア512、席はハッシュアルゴリズム512ビット。任意の長さの原文から512ビットの固定帳のハッシュ関数を算出する。 SEO サーチエンジンオプティミゼーション検索エンジンで特定のキーワードを検索したときにその検索結果の上位に表示されることを目指してウェブページやウェブサイト全体の最適化を図る手法 SMTP OS シンプルメールトランスファープロトコルオーセンティケーションメール送信時に SMTP 送信サーバーに対してユーザー認証を行いメールの送信を許可する方法。迷惑メールの送信や第三者の中継による悪質ないたずらを防ぐ。DFD データフローダイアグラム。システムにおけるデータの流れを表した図。MTBF Mean Time Between Failures システムの修理が完了し正常に稼働し始めてから次回故障するまでの平均故障間隔。MTTR Mean Time 2リペアシステムの故障を修理するために用した平均修復時間。RPO リカバリーポイントオブジェクティブ目標復旧時点障害の発生などの理由により業務が中断した場合に失ったデータを過去のどの時点の状態まで復旧させるかを示す目標値 RTO リカバリータイムオブジェクティブ目標復旧時間業務中断後 どのくらいの時間で復旧させるかを示す目標値。RPA ロボティックプロセスオートメーション。データ入力などの人間が言ってきた定型的なパソコン操作をコンピュータ上で動作するソフトウェアの力で自動化する。今回はここまで。他の動画でも一緒に勉強しましょう。 チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また見てね。